えちょっと本当にドギついね、えー、もうすごいこんなこと言ったら女性から嫌われると思うんですけど、さハメ取りした動画とかもやっぱあるんですよ、タレントさんのね。でそういったものは僕、サロンを作って、えー、会員の方だけにいわゆる共有していこうかなと正直思ってます。この YouTube でまず流せないんでね、そんなものは。はい、ドギついものに関しては、えー、サロンをそのうち設立するつもりでいるので、えー、皆さんもし興味あれば、入会していただけたらなと思ってます。もちろんこの暴露 YouTube でもどん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 いろんなこと言っていくので、えー、皆さんからの意見は、Twitter で僕ずっと見てます。 えー、もちろん返せるものは返してくる。あと、そう、ツイッターのね、DM ですごく言いたいのが、僕、このマークをすごい押して返してるんですよ。見た人は結構。で、これね、見ましたよって意味なんですよ。なんか質問とかにもこれで返してるんで、みんな、ああ、るんですねって勘違いしてるかもしれないんですけど、あくまで見ましたよ合図なんで、あんまり勘違いしないでください。はい、もちろん目を通してるってことです。で、言葉が必要な返信に関しては言葉返してます。で、これから先 YouTube でやっていくなと思うことに関しては、大して言葉返してません。えー、これからの YouTube を見てください。 Okay. で、あと YouTube の配信なんですけども、一時水道と僕日にち決めてやろうと思ったんですけども、やっぱりちょっと昼の仕事も忙しいし、で、僕自身のテンションのモチベーションもあるんで、こうやってテンション上がった時は1日2個上げたりします。週に4も5も上げる時もあると思います。でもやっぱり忙しかったり、ちょっとテンションが、モチベーションがついてこない時は、週1の時もあるかもしれません。だから結構不定期で上げさせてもらうことになると思います。えー、皆さんからしたらええってなるかもしれないんですけども、配信する時はちゃんと Twitter 等で告知もしますし、きちんとやるので、で生配信もようやく ちょっと慣れてきたので、今後は多めにやっていきたいと思ってます。はい。